はい、危険。お、誰やっけ、芝？岩タイプ？俺は四天王の芝。人もポケモンも戦い鍛えればどこまでも強くなる。格闘？俺はそんな鍛え抜かれた格闘ポケモンたちと共に生きてきた。そしてこれからもな。アイナと言ったな。俺たちのスーパーパワーを受けてみるがいい。ってことはリタードンで翼を打つか。それでやっていけばいい感じですね。って思ったのに、最初からちょっと水タイプの方が良くねっていう感じになってきたな。格闘タイプっていうなら格闘タイプだけ使えよ。もしかして格闘タイプもついたのかな、岩と。技の種類それだけ。はい、カメックス。ステルスロックってあれやん、拾ったやつやん、技マシンで。あ、そういう感じの技。なるほど。じゃ、ここはバブル光線で。なんかあれやね、ちょっとずつダメージを与えてくるような技やね。相手が死んでも残っとんかな、そのストレス、ステルスロック。ストレスやって。お、リザードンレベル62。新しくエアスラッシュを覚えたい。エアスラッシュ？あの、なんかかっこよかった技やんね。あ、飛行タイプなんやね。なるほど。ってことは、翼で撃つの代わりにこれを覚えさせた方がいいかな。よし。まあ、でもこれでなんか使える回数はめっちゃ減ったけど。でもの PP 系の、ね。PP 系のアイテム持っとるけん、大丈夫やろう。はい、リザードンでいきます。早速覚えたばっかりのエアスラッシュを使う機会がやってきた。よし、来たー。翼で撃つよりはるかに強くなったはず。いやー、待って、ここに来て。なるほど、ここに来て効いてきたか。じゃ、すごい傷薬を。ちょ、リザードン出てきたばっかりでやられちゃダメよ。よし、行こう。え、マジか、雷パンチはやめてくれ。いや、でも大丈夫、レベル差的に大丈夫やけど。エアスラッシュ、なるほどね。パンチ系とかはそういうのがあるけんね。ちょっと耐えやがった。雷パンチを繰り出すな。もう一回ちょ、火炎放射あたりで。よし、こっちのターン、オッケー。よしよしよし。はい、次は沢村。このまま行く。このままでちょっと一旦回復をまたしておきます。すごい傷薬、どうかな、最後まで持つかな、傷薬。持たんかったら大変なんやけどね。まあ、一応、あれか、元気の塊とかその辺はあるけど。あー、岩の辺りも効くからそれ。え、辛い。え、これ岩の辺り連続で来られたらさ、体力全然持たんのやけど。やめて、次違う技だぞ。連続で同じ技とかやめよう、ちょっと。やばいな、さっきの雷パンチ全然大丈夫やったけど、岩の辺りやばい。あー、やっぱり行きますよね、だと思いました。これ多分繰り返すね。繰り返すけん、じゃあエアスラッシュで行こう。ちょっと耐えた。おいいぞ。で、これちょっともう一回、ここで回復しておいて。なるほどね、いい感じやん。で、あの量をちょっと火炎放射で減らせるかわからんけん、ちょ、回数少ないけど、またエアスラッシュをちょっと使っていこう。危ない。つらい。エアスラッシュ。当たるー！マジかー！あーい！当
そこ。なんてこったい。ってことは、ちょ待って、ゴローンで行く。ゴローンで行きます。ちょ待って、この後ちょっとまた、回復をさせるから、リザードンの。あ、これ、一匹一匹、あれなんやね、出てくるんやね。岩が。ちょ待って、とりあえず元気のかけ、元気のかけら。はい、リザードンに使って、え、マジで効果抜群、そういう感じそういう感じって何って感じやけど、え、待って、何で言ったらいい、格闘は効く、その辺全然分からんねよね、岩なだれで行こうか。あー、これ来た、あ、耐えたんやね、ありがとう。よし、とりあえずこれでやっつけれた。よしよしよし、お、ピカチュウレベル62。いいよ、どんどん強くなってけ。怪力。とりあえずまたちょっとリザードンの方に移るけん。怪力か。怪力はどんな技覚えとんやろ、ね。それぞれちょっと強力な技がありすぎて。で、一旦ちょっとまた回復をしたい。え、待って、倒れた。倒れたんですけど。どういうことやねん。どうしよう、不思議花。カメックスで行こう、ちょっと。あの岩があるけん、ちょっと、旦那。あと何匹やっけ、向こう。ちょ、待って、ここで、あれやわ。あれ、元気。あ、そっか、完璧に回復してからの方がいいってことか。元気の塊で行けばいいんじゃない？はい、リザードン元気の塊、これ多分満タンになるやろ。何バカ力ってどんな感じ。とりあえずオッケーとりあえずオッケー。出て一番最初には必ずあれを食らうってことなんやね。冷凍ビーム、冷凍ビームどれぐらい効く、格闘に。あ、全然効かない、これダメだこれダメなやつ。はい、危険。え、だってこれでさ、どうなん？リザードン出して、まず一回、岩でや、違う、道具じゃない。まず一回さ、岩でやられるわけやん。で、岩でやられて、その上でバカ力から来られたとして、どうなる？結構きついんやないか。はい、ここで岩が、あー、だいぶ、ほら。どうな、ここで耐えてくれたら、あ、全然耐えるわ。あ、全然耐えるわ。大丈夫。ってことは、もう岩は食い込んでこないから、ここでエアスラッシュで行けば。うー、やったね。イエーイ。これラスト？もう一匹？ニョロボン。なるほど、ニョロボン。ってことはピカチュウよね。いやー、もう3匹がピンチなんですけど、つらいつらい。終わったらそれぞれ3匹回復させとこう。なんか全然傷薬持たん気がしてきたよ。あ、ピカチュウに全然効かんねやね。あんま岩やけんか。よし、雷いっけ、もう一発で仕留めてやれ。あー、ちょっと耐えたね。なんかそれぞれみんなさ、こうなんか自分が、あー、自分が苦手としてるタイプに対抗する技を持っとったりとかするけん、結構きついよね。電気ショックぐらいでいけるやろ。いけい。はい、オッケー。ってことは4匹回復させとかんといかんのか。あー、だいぶ減るな。一回一回回復してくれたらいいのに。どうしたことだ、俺が負けるとは。そういうことだよ、しょうがない。負けちまったら俺たちの出番は終わりだ。さあ、次に行ってくれ。行きますを言われなくても。まあ、要は、出番が短かったじゃねえかっていうことかな。そういう不満かな。さあ、回復しとこう。
りあえずこの4匹。はい、満タン。ここはまあ満タンまではいかんかったけど。はい、この辺も全部とりあえず緑になるようにね。はい、オッケー。行こう。じゃあねー、3人目は。ラスト渡るやろ。お。何タイプ？ゴースト？おばあちゃん。私は四天王のキクコ。あんた大木戸のジジイに可愛がられてんだって？ジジイ昔は強くていい男だった。今じゃ見る影もないがね。ポケモン図鑑作ってるようじゃダメだ。ポケモンは戦わせるものさ。あゆな、あんたにも本当の戦いってものを教えてやる。いいよ、そういうの。何あの杖、かわいい。ゲンガーやん。え、かわいい。その杖ちょうだい。え、いいね、いいね。アーゴック。毒？毒タイプ？いや、でもゴースト毒とかそういう感じかな。悪タイプよね。悪か。悪か。え、ってことは、悪には悪じゃなかったっけ？ってことは誰だ？誰が持ってんだ？技。カメックス？カメックスか。とりあえず、入れ替えてカメックスに。よし、来い。なんか雰囲気的にはゴースト系よね。シオンタウンが似合いそうな感じ。はい、噛みつく。あー、やめてー。やめてー。あ、ちょっとちゃんと動いてね。動けないとかやめてよー。ほらほらほら、ちょちょ、全然動けんやん。ちょ、この間に回復しとこう、とりあえず。はい、すごい傷薬。くぅ。とりあえずこれでほぼ満タンにはなったやろ、ほぼ。もうそればっかり。でも毒じゃないだけマシなんかな。麻痺状態やけん。さあ、これで、いけ。全然攻撃が繰り出せない。はい、噛みつく。え、全然なんやけど。気合で麻痺直した？マジか。え、全然効かん。え、全然効かんってことは、なんだ、どうすればいいんだ。冷凍ビームとかはどんな感じ？ちょ、頑張ってよ。どうすか。とりあえずもうここは気合でやっていくか。あ、せっかく気合で直してくれた麻痺が。またしても。そんなバシ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 やってくるのやめてもらっていいですかね。これでいけるんじゃない？いけん。はい、いけた。はい、いけた。はい、次は。お、ミュウレベル64。やったね。ミュウめっちゃ強くなっていく。また動画す。待って、あれやな、ゴローンは。これが、え、何タイプ？悪なの？毒なの？もうなんか何タイプか全く分からんねんけど、毒かな？悪やとしたら、格闘タイプが効いたんじゃないかなと思うんやけど、いまいち何タイプかがちょっと把握しきれてない。名乗らんかったし、このキッコさん。あ、もう全然、全くもってや。あー、よろしくない。あー、よろしくない。岩なだれはどう？岩タイプはどうすか？あー、あとちょっとで。ちょ、とりあえず岩なだれしてみて。あー、ダメだな。ダメだな。ちょっと待って、一旦回復して。あー、もう20しかないよ。辛い。一旦これして、毒やとしたら、でも格闘が効かんかったってことは毒じゃないってことか。悪？でも悪も、わかんねえ。ちょ、待って、ミュウ出す。ミュウ
ミュウ。エスパータイプの技とかどういう感じ？めっちゃなんか探り探りやっていきようやけど。あ、効果抜群やん。どうしよう。ちょ待って、とりあえずサイコキネシス、サイコキネシスどうよ。あ、でもこっちもいいやん、効果抜群。あ、よかった、ミュウでいけるかな。じゃあさあ次はゲンガー。え、ゲンガー、ゲンガー、え、ちょっと待って、え、でもエスパータイプにゴーストタイプ、ん？エスパータイプにゴーストタイプ、え、これ効果抜群になってしまわない？こっちは効くの？効かないの？お互いに効果抜群やったこれもしかして。あ、やね、お互いにやね。なるほど、多分エスパーはエスパーでゴーストタイプの技は効果抜群やったはずなよね。よし、このまま行く。サイコキネシスで、ふう、中間からやっと効果抜群が何かが分かった。多分悪タイプやね相手。ん、そうなのかな。いまいち分からん。カメックスレベル62、やったね。あ、まだおったんやポケモン。あと1匹でもゲンガーやったらまた一発やろ。てか一発で仕留めんとこっちもやられるけんな。よし、いけ、サイコキネシス。ふう、いい感じね、あんなにゴローンが四苦八苦しよった相手を一発で。ほっほー、大したもんだよ。私はちゃんとポケモン図鑑を埋めながらこんな感じだからね。あんたの勝ちだ。ジジイが目をつけるだけのことはある。もうこれ以上私が言うことはない。次の部屋に住みな。なんかこんな部屋におったらすごい体調悪くなりそうやけど大丈夫？おばあちゃん、次ラストじゃない？はい、ということで今回この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。